その心配はなさそうだとここらで私は判断することにした。そんな不安を含んだままで続けられる旅でもないし、まあひとまずそなたが私を積極的に裏切ったりはしないだろうということには絶対の確信を持てた。だからそなたもそのつもりでいろ。何を今さら。俺はずっと咎めからは愛されまくっていると思っていたぜ。いや、そんな設定はなかった。だいたいマニワニやサビみたいに裏切られないように咎めは刀として巨刀流を雇ったんじゃねえのかよ。金のためにも刀のためにも動かない無刀の剣士、巨刀流。そうであったな。そして何より愛か。その通り、愛のために動く男。俺は咎めに惚れてるんだからよ、裏切るわけがねえだろうが。一緒に旅をしたこの5ヶ月の間に日々惚れ直してるくらいだぜ。の割に。あ、一緒に温泉に浸かっても何もなさそうだな。ん、なんだよ、咎めが誘ったんじゃん。そうだが。ん、ああ、そうだ、七花、ちょっと立ってみろ。あ、その場で立ち上がってみろと言ったのだ。ああ、こうしてみると本当にそなたの体は大きいな。背の割には細い方だが、それでも弱々しいところがない。旅をしている間に前よりたくましくなったのではないか。そうか。いや、そういうの自分ではもうよくわかんねえけど、まあ咎めがそう言うならそうなんだろうな。それがどうした。いや、すまなかったな、ジロジロ見回すようなことをして。さて、では仕事の話だ。